さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日はホープフルステークスの予想したいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は前走重賞組が4勝、前走オープン特別組が2勝、前走新馬戦も3勝と、副賞率ではかろうじて重賞組がリードしているものの、トースポ杯など2歳重賞でもどこを走ってきたか有利ですとか、どこを走ってきたから不利というデータはあまり見つけにくいという現状です。唯一言えることといえば、未勝利戦からここで馬券に絡んだ馬が比較的少なく、新馬戦から馬券に絡んだ馬も5頭はいますけれども、これはホープフルステークスが G1 となる前の話で、G1 となってからは馬券に絡んだ馬はステイフーリッシュの1頭だけでした。近年レースのレベルが格段に上昇してきていることで、新馬や未勝利を勝ち上がった1勝馬よりも2勝馬たちにチャンスが訪れることが多いようです。また馬券に絡んだ全30頭のうち半分強の19頭が前走で1番人気、特にホープフルステークス1着馬に関しては G1 に昇格をしてから優勝馬は全て前走が1番人気でした。新馬や未勝利戦で評価されているのはもちろんですけれども、オープンや重賞でも評価されている馬というのは本番のここにはかなり信頼性が高いようで、ホープルステークスが G2 だった頃やラジオ日経杯京都2歳ステークスはあくまでクラシックへの通過点の一つだったかもしれませんけれども、年内にここで確実に賞金を加算できる舞台ができましたから、人気馬にとってはしっかりと仕上げてトライアルを挟まずにクラシックへ直行できてしまうなど、来年の立ち上がりで余裕のあるローテーションを組めるようにするためにも下手な競馬はできないと気を引き締めてここに臨んでくるようです。今年の出走馬で前走一番人気なのはキラーアビリティにコマンドライン、ジャスティンパレスの3頭だけ。一方重賞上位とはいえアスクワイルドモアはその前走では4番人気、京都2歳ステークス3着のフィデルも前走2番人気ということで、前走人気薄の馬が今回も馬券圏内を賑わせるケースは G1 になってからはまだ見られませんので、この2頭にとってはちょっと厳しいデータとなりました。そして人気もさることながら前走成績も優秀で、このレースが G2 以上のグレードレースになってからは3年前の優勝馬タイムフライヤー以外馬券に絡んだ馬は全て前走を勝った馬たちでした。このレースが G2 になって以降、馬券に絡んだ21頭のうち20頭が前走1着馬というかなり驚異的な前走成績を出しており、前走3着以下からの馬券圏内はホープフルステークスがオープン特別だった頃しか残っていないという稀に見るハイレベルなメンバーで行われており、現にレイデオロにコントレイルと最近では2頭もダービー馬がここから誕生していますので、一見最近追加された付け足しの G1 と思われがちですが、実はクラシック戦線を占う上でもかなり重要なレースとなりつつあります。そして馬券の傾向はご覧の通りです。一番人気は6勝して2着が1回、現在5連勝中で6年連続馬券圏内です。反対に2桁人気は全滅、ステイフーリッシュやブラックバゴなど新馬や未勝利組から7番人気から9番人気の馬がそこそこ穴を開けており、2桁人気の分までかなり頑張っています。しかしながら5番人気以下で勝ったのはホープフルステークスが重賞になってからはなし、全て4番人気以上の馬が勝っており、単勝1倍台の馬は4戦4連台と完璧に近い成績です。馬連の10倍割れは3年続いていて、3連複の万馬券は3回あるものの最近5年では1度だけ、3連単の10万馬券オーバーは3回あるものの G2 やオープン特別時代のものということで、あまり手を広げすぎず賢い馬券の買い方を求められているような感じがします。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はコマンドラインです。前走はステルナティアなど後続に詰め寄られましたけれども、かろうじて並ばせずに優勝ができました。この馬のいいところは折り合いがつきやすいというところで、前走はペースが遅いと見るや道中仕掛けていって2、3番手にスッとつけて落ち着かせました。道中の手応えを見てもかかるという概念はあまりなく、一番手綱に緩みを持たせて進められているところは VTR を見てみても一番印象に残りました。
ただ馬体にまだ余裕があるのとエンジンのかかりはまだ遅いので動き出しにちょっと手間がかかりますけれども、あくまで陣営が最後に見つめているのはダービー。少しずつ距離を伸ばすようですし、ここで賞金を加算ができれば今後無理にレースを使う必要もなくなりますので、いつでも賞金を加算しに行きたいところ。11月上旬の段階で早くもここに照準を合わせてきましたので、余裕を持って仕上げてきたところも好感が持てます。そして対抗はサトノヘリオス。前走は淀みのないペースで先行勢で決着するのかと思われたところ、馬群の間を縫うように突き抜けてきました。この馬のいいところは小回りでも対応できたり、小回りコースでもきちんと回ってこれるというところで、友道調教師も1回使った疲れよりもそれよりも上積みの方が大きいとここに参戦する決意を語っていらっしゃいます。中一周や遠征競馬などしんどい条件も重なりますけれども、持ち時計なら断然この馬ですので、気温は低いですけれども馬場は両馬場になりそうですので、スピード勝負になるのならばこの馬にも出番は巡ってきてもおかしくないと思います。そして3番手はキラーアビリティ。前走は単勝 1.5 倍と相当な支持を集めたのですが、ダノンスコーピオンの外からの強襲に屈しました。首の上げ下げでいい勝負のところまで来れましたけれども、もちろん能力はあるものの、まだ折り合い面が発展途上かなというところで、まだ相手どうこうというよりも自分との戦いになっている部分も正直あります。もちろん能力はかなりありますので軽視はできませんけれども、今回慣れない多頭数の戦いということもありますので、余計気持ちの面でどう出るのか気になるところではあります。時間とともに解消されている問題ですけれども、着実に成長しているのか気になる一戦ともなりそうです。以下もちろん前走で結果を出している馬たちを重要視したいところですが、オッズでかなり開きがありますので、2勝しているのにかなり軽視されている馬たちにここはフィーチャーしたいと思います。一方で G1 コンプリートの武豊騎手が騎乗するアスクワイルドモアですが、4ヶ月もの休養後に G1 を勝った馬というのはハープスターぐらいしかいませんし、やはり大外枠というのはちょっと厳しいところで、15番より外で馬券に絡んだのは最近はジャンダルムぐらいしかいませんから、ここはむちゃくちゃ応援したいところなんですけれども、泣く泣く見送りたいと思います。それでは買い目です。コマンドラインからの3連単です。焦点数派の方は馬連や三連複をお勧めしますけれども、取り紙も恐れがあるので三連単としました。一頭や二頭ぐらいは普通に穴馬も絡んできてもおかしくないと思ってますし、特にラーグルフやボーンディスベイなどの二勝馬なのに義馬評が低い馬たちにも頑張ってほしいところ。調教で自己ベストを出したマテンローレオあたりが来たらかなりの配当になりますけども、さあどうなりますでしょうか。期待したいところです。以上、ホプルステークスの予想でした。今週は火曜日の午前のレースとメインのベテルギウスステークスはブログで予想をする予定です。また、東京大賞典は動画で予想をいたしまして、30日の東京シンデレラマイル、31日の東京2歳優春牝馬はブログで予想する予定でございます。そして、今週チャンネルメンバーシップはホプルステークスの今年最後の限定情報を配信します。ご興味のある方はどうぞご検討ください。それでは次回の東京大賞典の予想動画でまたお会いしましょう。